こんにちは。えー、年収1000万、1200万、月収100万オーバーかける12ということで、一つの節目になったんじゃないかなと思います。えー、私はね、20代で自分の事業を始めて、30代で年収1000万っていうのを突破するっていうのを目標にしました。それは、この目標を決めたのは、サラリーマンで手取りが15、六6万の時だったんで、ものすごくね、大きな、その時は、 あ希望というかねね夢でした、ね、で実際にあの会社を立ち上げるるって誰でもできるんででもきんんすすよよ簡単なんですよひょっとすればどっかの会社に入社するよりも自分の会社を作ってそこの正社員になるのは本当その瞬間できます一瞬で、うん、そう考えたら私は、うん、まあ簡単な道をね行ったんじゃないかなと思うんですよで簡単じゃないのはまあ自分の会社でね ちゃんとと自分を養っていけるかっててるかことですよねその自信がない人が誰かに養ってもらうという体でね会社に勤めるって選択を選ぶんですよねで自分の収入生命線をその会社ってところに握られてるもんだから組織の決定には逆らえない時にお客さんを泣かせることがあってもそれは組織を優先させるという論理で守られるわけなんですよ時にはね部下をリストラする 部下にパワーをするそれも組織を守るためならみんなで隠蔽してくれるんですよね。個人的に恨みはないけども組織の立場上仕方なくそうやったっていうまあ妙な理屈も存在しますからね。でも私は思うんですよこれ。二つ考えることがあってビジネスに誠実であるってことは何が何でもね金を持ってこいってことなのかなと思うんですよ。よく言いますけどもビジネスは提供と感謝だという。うんでも 提供と感謝それが本当にできればビジネスすら必要ないのかなと思うんですよねでビジネスっていうのはだからねお金を巻き上げてくる手段ではなくて自分の能力や自分の最高のサービスを提供する方便としてあるんじゃないかなと思うんですよこれがまあ一つかなちょっと分かりにくいことになりましたけどね二つ目は分かりやすいですお客様 は家族なんじゃないかなと思うんですよ例えば自分の販売した商品で何かねお客様に不満や不快を与えてしまったとするとそれなりに対応はしますよねでも自分の商品やサービスを購入したのがお客様っていうわけのわかんない存在じゃなくて自分の子供やお母さんだったらどうかなと それでも通りっぺんの対応をして、まあ、立場上こういうふうな回答しかできませんみたいなことになるのかなと思うんですよ。ちょっと話が変わるんですけども北海道の旭川ってところで広瀬爽彩ちゃんっていうね当時中学2年生の女の子がうっぺつ川に飛び込んだりそれからその後ね近くの公園で投資するということがありました。これ自殺なのか殺,殺ななののかか、かよく分かりませんけども、 自殺殺だととしししててももいじめを苦にしたってことであれれば多殺なのかもしれません。その時にいまだに問われているのが学校の対応なんですよ。確かにいじめいじめられるっていうのは生徒の関係ですよねで学校内で全てが行われたわけではないから学校の管理責任はないのかもしれない究極言ったらでもそんな方便じゃなくてね まあ問題になってるのが中山教頭っていうね教頭先生なんですけどもその教頭先生がまあがんだったわけですよ今回ね例えばお母さんが相談に行った時もその教頭先生はね一人のいじめられたさやちゃんのお母さんに対してさやちゃんっていうね被害者は一人で爽彩ちゃんをいじめていたのは10人いるんですと加害者の10人被害者の一人 加害者の10人の将来を考えたときに、これ被害者の1人を泣かした方が、加害者10人の方が大事なんだと。日本のためになるんだって言ったらしいんですよ。とんでもないことですよね <laughs>。いじめられた方が1人が泣き寝入りすれば、それで10人の未来は守られるっていう理論なんですよ。で、これね、筋を通せば、1人の被害者、サやヤちゃんの思いに耳を傾けて、 10人を処罰するっていうことができるんでですよでも10人を処罰したりこの10人がさやちゃんをいじめたんだよって公表することによってこの10人の未来が失われてしまうかもしれないってことを多分そう言おうとしたんだと思うんですけどもいやそれに彼仮にね「中山先生あなたのお子さんがさやちゃんの立場でも同じこと言えるんですか?」って言った時に全くこれ感情変わるんですよね。さあそしてビジネスの話に戻しますけども。ビジネスで誰かに 迷惑をかけてしまった。誰かが不快な思いをした。お金もいただいている。そして自分を信用してくれた人に対して商品を売ってお金を受け取って。でも、その信用した、例えば、ね、書面がありますと、契約書が。契約書を交わすとき、提携するときには、お客さんには勘違いをさせた恐れがある。もしくはそれを知っていて、黙認していた。もしくは、 契約書を交わした時点ではお客さんと販売者との信頼関係が成り立っていた共通の思いでこの領収書にサインをした契約書にサインをしたという事実があるのにトラブルが起きた後に契約書を作った方は解釈を変えてねいやここにこうやって書いてあるでしょ当時何言ったかもうよく分かりません水掛け論になるけども書いてある通りに言えばあなたの言ったことは通らないですよっていうふうに。 パレンちゃうのか、ね、仮にねそういった商売をしているものにも家族がいて子供がいると思いますその子供が中学生高校生社会人になった時にどっかの見知らない人に対して信頼して契約を書を交わしてね何がしかのお金を払いましたでもそのお金妙な理屈で持っていかれました全然抗議してもまあ、クレームを入れても聞き合ってくれないそして 法律ままでが加害者に味方してしてったそんな事実をお父さんと知ってした時にね「それはお前社会は厳しいんだからしょうがないよ」っていうのか「何かそれはおかしいよね」と「お前の言い分を俺は信じるぞ」と「お前俺が信じずにお前を誰が信じてやるんだ任しとけと」俺がもうぶちぶってやる」みたいな感じでね戦ってくれるのかまさに誠実であれ「勇気を出せ」 何なんんでしょう、ね、うんあのやっぱりね私も商売をするものとしてね恥ずかしながら受け取ったお金には正々堂々としていたい綺麗なお金自分の力のなさで金を汚すようなことがあってはビジネスを汚すようなことがあってはならないと思いますビジネスは私はいつも助けてくれたお客さんも助けてくれた 塾生さんも助けてくれた自分がそのお金に対してもっともっと恩返しをしないといけない時にねなんか悔しい思いをしてお金を失う人が自分の不甲斐なさでできてしまうってことには本当にねあの,泥のもう上塗りですよねお金ビジネスというものが自分をどれだけね育んでくれたのかそんなことも知らずにもう恩をあたで返すようなね いや契約書にこう書いてますからみたいなね。いや弁護士通じて言ってくださいみたいなね。いやいや、あの友人や家族に対してもそんなことになるのか、それとも友人でも家族でもないからそんな冷たい行動になるのか。まあ、私の行動原理はそこにあって、もし自分の商品が売れない、だまさないと売れない、勘違いさせないと売れないんだとしたら、もう売らなくてもいい、金が入ってこなくてもいい、堂々と。 貧乏人ややってやっててるよよ気持ちですよねその代わり逆に堂々と稼いだんだったら何の後ろぐらいもくもなくね久保さんから商品買いましたもっと他にないんですかいやありがとうございますこんな価格でいいんですか大変だけどお金払ってきましたいつもありがとうございますこういう関係でねやり取りできてその信頼関係が私なんて契約書すら交わ,わさないですよで何か問題が起きたら 100私が悪くございましたというところからスタートするようにしています。その表現も今までしていたつもりですしね。例えば返金を要求された3万円払ったんだけどちょっと3万円返してくれませんかって言ったらあ5万円返しますみたいな。迷惑料込みで返します。ね。そのぐらいのね気持ちでやるもんじゃないのかなと思いますね。もちろんこれ椎貫くん君とかねその他の皆さんに押し付けるものではないですけど。 でも私はそのぐらい気高くお金に恩返しをするっていう意味ではねお金がビジネスお金やビジネスが私を自由にしてくれましたからねそのお金やビジネスにドローン塗って返すつもりはないかなと精一杯誠実にそれこそね1億円稼がせてもらったら1億円1億2000万円を世の中に返すつもりでこれからも遠慮なく使わせてもらいますね <laughs> 最後はね、私が結局金使うんかいみたいな話になりましたけどもまあいろいろと考えなくちゃいけないところだなと思いますよね。我が欲に走れば他者を貶め他者尊重すれば我が身上ずとも、うんと言いますかねまあビジネスには私なりに哲学を持って挑んでるかなとそしてその精神的な後継者 が、まあ今生まれたんだなと思いましたねじゃああとは焼肉屋で続きをいきましょうなんかね最近やっぱりね胃の調子がねいい何ぼでも食べれそうですね深夜の焼肉うんやっぱりね若いのとねこう焼肉の食べ比べじゃないですけどね意地になるわけじゃないけども 夜中に焼肉が食えるのはいいなと思いますね、うん。ありがとうございます。それでは、おやすみ。